新宿からお送りしておりますカエル代表にインタビューさせていただきます、はい、よろしくお願いします。12日間の選挙戦を終えて、はい、今のお気持ちをお聞かせください。若い人たち向けにですね、やっぱり今若い人たち本当に例えば子育て中の若い人大変厳しい状況にいます。子育てをしながら、これはもう男性も女性も働きながらということで、やっぱりこれをしっかりこの人たちを支援しなければいけないということ、これ財源あるんですよ。消費税を 5% から 8% に上げたときにちゃんとその2割は社会保障の充実に使うということを決めましたし、これは3党間で決めましたし、でその社会保障の柱の中に子育ての支援ということ入ってるんですから、これやらない方がいけないんですよ。だそれをぜひやらせてくださいと、これは与党に対して、今の与党に対して私たちはそのことを迫っていくということ。あともう一つはね、やっぱ非正規ですね、それから派遣の人たち、やっぱ働き方が人生のスタート台の時に正社員になれないと、もちろん望んでそういう働き方を選ぶ人もいますけれども、その場合でもちゃんと同一労働同一賃金の原則、均等待遇の原則、これ固めなきゃいけませんね。これが日本にはありませんから、だから若い人はそういう働き方、人生の出発点でやっぱりちゃんと希望する人は正社員になれる仕組みにしなければいけない。そして子育て中の若い人たちはちゃんと子育ての世代を、子育ての支援を国もやらなければいけないということです。では最後にネットの中継でご覧になっている方々に一言お願いします。はい、いよいよ明日が投票日です。まあ、もうすでに期日投票をやられた方もいると思いますけれども、どうぞ明日はやっぱり投票所行ってください。そして民主党の候補、そして皆さん2票持ってます。1票は小選挙区の民主党の候補、そしてもう1票はどうぞ比例代表民主党と政党名を書いてください。お願いします。民主党は皆さんのことを本当に考える、未来への責任を負う政党です。はい。ありがとうございました。カエル代表でした。以上、新宿からお送りしました。